失礼します。こんだけの機材いっぺんに電源で大丈夫なのかっていうくらい、いや電源強いよね、マジで。ほんと全然落ちないし、お店だからできるけど家だったらもう飛びません。新しいやつ、新しいやつ、新ウルトラマンコラボしたやつ、新タツタ、新タツタ食ってたから新渡しちゃった。カタカナ新ウルトラマン。それでなんか止まったんだ。そう、ゲルマン君があったよ。そのルーツって言ったらどういう系？ざっと来るのはやっぱロックで、レッド・ゼッペリンとか好きで、そうだね、言ってたよね。もう好きで、であと結構高校だとまあプログレとか言ったから結構ロックから入って、で学生の時にテクノとか覚えてて、 VJ からクラブデビューで、でその後 DJ 誘われて、VJ からクラブあんまりないかもしれなくて、はず、うん、うん、演劇の顔合わせみたいな感じだった。アフタートークの歌いそうでうまいすごい。だから被るところは多い、うん、結局やる音楽と違うなっていうのも分かってきて、違うよ、うん、ギニヘンドリックスの上手くなるんだったらジャズやんの早いんだろうというところで、マジで。もう車で聞いてた。ラジオトークみたいなやつでしょ。宇宙人と。危なかった。やっと抜けたループ。俺大好き。あれ言うすぎだ。音ぶっ壊しそう。全体を破壊しかねない、ね、そう、あれはもうバイオンちょっと強そう。あ、いい音、太い、うん、最近モジュラーのケース買ってさ、モジュラーのケース、モジュラーに行くよ、モジュラー申請に行ってらっしゃい。ありがとう。流したいよね。玄関入ったらなんかファミマみたいな感じ。